ウィニコさん、まあ、種付けしてから、収益もしようかね。今年はね、4頭の馬だけが、不自体なんで、まあ、結構ね、頭数的には少ないんで、助かったんですけど。ドバイビーエムが完全に種付けで落ちちゃってるんで、まあディワインシルバーでいいか。結構頑張ってくれたんでね。よし、オッケー。今年はね、4頭だけの失敗だったんでよかったんでね。バルク、バルク。おっかたちやっとデビューしたんだ。よかった。これで多分2、3週ぐらいはね、放牧できるんで、まあ、在休でも調整できるし、まあ、せっかくキングジョージ終わった後もね、まあ、放牧できるんで、まあ、そこでいきましょうか。まあ、そうですね、キングジョージは在休でいっか。ウォッカたちがまだデビューしないか。イザラって誰だろう。あ、そうね、ごめん。うちでさ、米国サラとかとも誰あいつ。知らない今がさ、サラッと1個持ってったんだけど。カシミア1回放牧するけど、ベルモステクサー走れんなら走らせるか。あ、こいつだ、スターリー。UAW 負けた方が勝ったんだ。なんか意外だったな。まあ確かに UAW ギリギリ距離ありですからね。ラッキー。一頭いい馬出てきたじゃん。距離は1218か。だったら、うっちか。こっちから。芝適正はギリギリあんのか。結構面白い馬っすね。うわ、2000か、トリプルティアル1個は。まあ、ここは無理なんで、こっち使うか。あ、こいつ、ティスンで騎手固定されてるのか。こいつはこのままでいっか。腹だった。どうしようかな。ディープインパクトの方が最優先だよな。というわけで、ジョージ・ワシントン、ごめん。もう一回ルメリ行ってきて。ジョージ・ワシントン、そうね、軽く。まあ、また傷のコマンド使うか。使わないと枠余っ、取れなくなって余っちゃうんで。ひとまず一旦2個で保留しよっか。おお、負けでこっちは勝ったんだ。よかった。これで負けてたら、何のために竹送ったか。わかんないけどよかった。こっちもガイア勝ったんだ。間違えた。間違えた。間違えた。おお、ナイス。アズマゲームも勝った。いや、ここの G1 3連勝いいな。しかも1個 G2 だけど。まあ2着ならいいや。そう、2着はまあまあ悪い。しかもクラブは勝ってる。なんだろう。ソウルか。おお、ナイス。一応、シーキングザダイヤか。一番人気だ、あれこれ。名称ボーラーか。で、三番人気が、ブリュッシュラック、知らねえ馬だな。まあ、外馬か。で、ビータローザ、浅草田園。
一応外場からは2頭か。へえ、面白そうっすね。いや、伸びねえ。二桁着順だ。しかもシーキングフレームちょっと微妙なんだよね。いやー、ギリギリ持ち込んでた。よかったー。そして問題は銀幕のせいか。なんかどこの着順か。多分あれ二桁入ってんだよな。むしろ一桁だったらありがたいよね。うわー、ギリギリ一桁入れたんだ。まあ、G1 じゃちょっと厳しいか。まあ、このままじゃ G3 かせましょうか。一応、シーキングフレーム、時速は、まあそうね。サマーマイル行くか、サマーカップ行くか、ちょっとどっちかに絞りましょうか。おー、またゴーストザッパ1位なんだ。しかも1頭桁違くね。なんでゴーストザッパだけ7桁あんだよ。どんだけ1強で入ったの。本当は生かしたいけどね。ごめんね、その裏にいるわ。しかもガイア2番人気か。まあ、ガイアじゃあ行かせましょうか。シーキングのダイヤもそうですね、一応活かして。まあ、プライド。魔界 BD は回避。タレントもごめん、ちょっと放牧中。しかも裏レース行くわ。しかもソウルか。意外とクラブも、シーツバーもいるけど。うちのメーバーもいるのか。ごめん、プライド回避でいいや。初くらいも、回避でいいね。いや、多分だけど、ほとんどのうちの、まあ、DV が負けるんですよ。だから走らせるのって、ごく勝負でいいんですよ。ガスさんも海外行くか。で、多分今から急げば、あの子たち何、6月4週のギリギリ重賞出れるんですよ。カーリンまでか。プライド。間違えた。6月4週の。プライド2000いけるよな。2500までか。だったらまあ2000でいいか。ハーツくらいが、1925、同じか。あそっか、ここにいた、今もう一人いたっけ？誰いた？アスタって誰だ？目黒記念飛んだもんか。ちょっと待って。アスタってどこだ？アスタ、アスタ。あ、これか。鉄ギャスは一応距離が。ロングいけんのか。あれ、初からどこだっけ？あ、いたいたいた。で、魔界 BD はこっちか。まあ、機種は後で変えるか。あと宝塚に行くのは手続きソウルか。まあまあ一応使ってみるか、ディープと喧嘩するには。一応こいつ自身も17から31か。おお、17から31面白いね。ってわけで1600行ってきて。しかもここ使ったら。まあそうね。ほとんどの、まあどうするかは現状見てですけど。今日こんなもんかな。ウィッシュって重賞勝ってねえのまだ。そんな重賞前まだ。2勝くらい差なんだ。よく頑張ってんな。まあそうです。一撃で重賞狙うしかねえのか。どうしましょうかね。
まあ、スネープリステックスなんかは、やっぱりフルゲート入ってねえか。まあ、どうなるか。ちょっと見物ですけどね。よし、とりあえずこんなもんか。で、タレントどこだっけ？あ、いたいたいた。ちょっと待ってね。うん、まださ、3歳の住所1個残ってるよな。あと、ラジオ日経賞。ラジオ日経賞生かして。ちょっとね、無敗の参加かかってるんですけど、ごめん。1個だけ使わさせて。で、秋は、ローズセックスからでいいか。で、その後は、まあ、週刊賞直行して。よし、OK。よし、これで一応対ディープインパクト戦は大丈夫ですね。すげえな、ディープ来るからってほとんどのものが回避ですからね。今年の宝塚うちのまま。まあ本当ね、ディープの2、3着狙えばいいんですけど、もったいないんでね、ただで走らすの。だったら勝てるところ、確実に選んだ方が。多分マシなんでね。うん、ギャラリーちょっとクビにするか。一番人気誰これ？ホラットネルソン知らねえ。マジでごめん、知らん。でも一番人気ってことはやっぱり強いもんなんですかね。おっと、誰だ？一番人気故障してんだけど。かわいそすぎるんだけど。1着3着ならまあまあ悪くねえ。いやごめん、マジのこと言うけど、ごめん、一番人気で競争中止はダメよ。それはかわいそすぎるわ。マジ競争中止してるわ。ああ。うわー、かわいそう。ごめん、ホレイショネルソンって、これ。ホレイショネルソンか。ああ。あとしか言わねえよな。まあ、チャーマースリップか。うん、チャーマースリップって言ったわ。俺、買わなかったわ。やべえ、一頭目がいた。ちょっと待ちくださいね。なんでさ、ごめん、俺なんかこれ、記者の電話ミスったかもな。なんで田中乗ってんの？しかも連投してね。多分安田記念かとこ連投してるよな。やべ、俺ミスったぞ。そこ気づいてなかったわ。故障だけはしないでくれよ、マジで。しかも、うちの馬がうちの馬に邪魔してるの面白いね。いや、2着だからいいよ、もう。連投で2着だから悪くねえよ。この後ちょっと報告出すか。俺なんで連投にしたんだろう。そこミスだよね、マジで。よかった、故障しなくて。あ、金車座か。別にいいや、はい。金車座ははいとしか言わないんだよな。やっぱりウィッシュ出てたんだ。マジそう、札幌記念か。報告しちゃっていい。銀幕の寄せ。まあちょっと報告するか。今サーパーシーって方がごめん、アーバンシーに見えたわ。俺おかしいなと思ったけど。
中国かまだデビュー前か。この辺の私もね、結構無理に使っちゃったんでね。まあ、最悪ドイツだべよ、返してもいいしね。騎士の手配は、アイク見せてた。誰これ。タケか。あー、ラジオ日記書ね。金車さんは。そして、この後はまあサマースプリント系列行って、年末に香港スプリント目指すか。よいしょと。よいしょ、オッケー。したらまあ、そうですね、残り2週間あったら動画切り替えて、でかい方がもう2時50分なんで。もう、まあ、5着ならいいや。あれ、俺さっきダックビって言ったっけ？とりあえず直近の2桁着よりも首にするか。お、シルクじゃん、緑帽子。そして伸びないっていうね。完全にウィッシュはもう上のクラスにも上がれねえじゃん。ここのクラスで凡退してるってこと。待って、さらっと大外にいたぞ。 あれ何着だ？ 3 着を取り継ぐんだろうか。まあ、ってことはまあ5着か6着ぐらいってことか。6着か。まあ、50キロの軽いのでも伸びねえか。俺今直進したっけ？お、これよくわかった。ま、ウィンズとガイアだけ追い込みでいきましょうか。ガイアを追い込みで、スキップ。3着か、まあ3着ならいいや。で、ウィンズも追い込みと。オッケー、こっち勝ってくれたらいいや。トン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 、ワシントン。勝った。ラッキー。プライド追い込み、ハーツクライも追い込みと。まあ4着か。結構外場強いんだね。一番に取られたんだ。イエーっつっても知らねえな。魔界ビディバで読んじゃギリギリか。待って、帝王賞がさ、10頭立てって聞いたことないんだけど、直近の帝王賞でも結構いくぞ。すげえな。一応 JRA から1,2,3,4,5,6,7 頭か。待って、 JRA から7頭、地方から3頭の味にミス1頭のみじゃん。ちょっとダイジェスト見てみるか。まあ、カフェオリンポスと、まあ、それこそし、だからあれか、うちが捨てたシーチャリオット、それぐらいだよね。そしてゴーストザッパーが早かった。いや、金引きに行くぞ、あれ多分。いや、あ、よかった、捕らえなかった。よかった、あれで捕らえられたら困るわ。一応クラブは4着と。あ、そうね、シーチャル、ごめん、シーチャルじゃなかったんだ、あれ。うわー、飛んだなー。しかもカフェオリンポスに負けて。結構きついっすね。そしたら、あの子も買おうね、ダートバっつったら。俺がいつ好きなの。あの子はね、絶対クラブじゃなくて日本持ちにするんで。あ、でも一応、刺激軍剤3倍取れたんだ。しかもむしろよくうちの馬たち4番人気まで取れたね。
単勝率すげえぞ、これ。4番人気で9単勝になったの5番人気 10.9 倍。その後が14、16。まあだからシーキングゼットディープ、痛い。2番、2強か。ちょっとじゃあダイジェストいきましょうかね、今回は。まあどうせディープが勝つと思うけどね。そのためにプライドとハーツくらい全部追いやったら失敗したわ。本当に馬脚が違うわ、一頭だけ。そして、後方が3着、うちの子入ったかな。まあ、多分3着に1頭入りましたね。1頭損だけど。入ったね。かわいそうに、おかげでデンブルちょっと3冠取り損ねたけどね。1個だけ。まあ、でもこっちの3冠取れたから。まあ、よしとしましょうかね。あ、デルタブロスに負けたんだ、スコア。ちょっとショックだな。よかった、みんな払んでくれたんだ。評価額1億か。タキシードが入ったんだ。飽きてんなんだ、今年は。まあ、じゃあ飽きていきましょうかね、デビュー僕と。お前ら仲良しか。じゃあ、ハーツクラにプライドつけてみるか。報告しちゃっていいや。シーキングダイヤも。ちょっと待って、シーキングダイヤ俺あそこ使いたいんだよ。ハーツクラも報告しちゃって、結構負けたんだ。まあ、ハーツクラとしたらお家に送るか。多分俺ハーツクラって意外とそんなにいいけど、後継ショーパンは知らないんだよ。あ、しかもさらっと上がった。なんか分からんけど。興味ないところはカットでいいや。今何のお守りくれた？おお、ナッキー虹のお守りくれたんだ。優しい。優しい。もしかしたらね。シーキングザイヤー実装を。ブリーダースプリントって賞金安かったんだ。だったらマイル行くか。あ、でも上場しんといたわ。わあ、ディープインパクトいるもんな。まあいいや。あ、でもどっちにディープインパクトね。そうです。あ、でもごめん。あれだ。そもそもこいつ、そう、2209でできて、あの、ごめん。そもそも CQ で短距離できてなかったんだ。タクシーでっかいだな。ブランドの人安いしな。エリザベス26でいいか。エリザベス26から、マイルチャンピオン経由して、香港マイルでいいか。さらっと紙切り。お前こっちいんね。紙引きりは、柏記念でいいか。柏記念じゃねえ。何番杯か。一応カーリンがもう指導可能か。
赤い BD ももったいよ、本当にロング戦線使えねえからな。まあ、8歳まで多分元気はしてるだろうけど。出たー。まあいいや、放牧するか。ボランタス不利要素がちょっとデビュー遅いのがちょっとあれだけど、ドイツダービーはみんな回避になりそうだな。レールリンクは回避しちゃっていいや。ディラン・トーマスは、そうね、使いましょうか。使えるんで。間違えた。本当はベルモント・ステークス行かせるよかったんだけど、失敗したね。米国に今、シバーマンいねえかな。ストロング、あ、ストロングブラッドってシバーいけたんだ。ごめん、初めて知ったわ。いや、お前一投だけいけるんだ。よし、今そこ、まあ、ベルモントセックス行ってこい。勝てるかどうかわからんけど。あ、ベルモントダビーか。あ、でも合ってんのか。賞金的には。あ、でも出れなくはないのか。そしたらこの後は一応、もしかしてこれ芝最後のレース。米国芝三冠って言うけど、この後の芝レース。あれ、どこ行った？あった。ま、いっか。とりあえずなんか朝適当に芝だったのに走れ。最近日本行け。お前、重賞はちなみに勝ってるのか。さらっとデビュー2戦後にダート戦勝ってんだ。まあ早めだから勝ってて当たり前か。その後はそんな走るレースないんで。まあ、海外送るか。まあ、めちゃくちゃローテーションきついけど。まあ、これしかねえ。一応、ダイオスカルってどっか出てきたんだ。アドマン読むのは、カニ大商店経由で。いってらっしゃいと。ダイオスカルって早めだったんだ。初めて知った。デムロでいいか。どっかはまだか。一応これジョージ・ワシントンって3回扱いになるよな。ちょっと待って確認してみるか。多分こっち見れば分かると思うんだけど。コスパ。海外版、海外版。おぉ、36選手は700勝だって。しかも G1 2勝か。やるじゃん。乗ってない。乗ってない。ディープインパクトしか乗ってねえや。主な勝ちから3冠。そしたらお守り1個もらったんで、先に今1等で買っちゃうか。よーくと。誰にしようかな。一応今、139か。113か。虹の守り、ブエナビスタだけか。報酬は？あ、シーザースターズか。いや、これ絶対ちょっとシーザースターズ先に買ってるべきなんだよな。で、そういうシンクとフェイム&グローリーだったら、まずフェイム&グローリーか。リンゴ。そう、やっぱりシーザースターズとフェイム&グローリーか。で、米国は特になしか。そうね、ドーベマジスティも買ったし。ロケットはもう誰もコンディーとゴールデンゴーもみんな買ったしな。
そしたらそうね、トランセンドと、ワンダーキュート地方用に買っとくか。ワンダーキュートと、さあトランセンド、どっちがどうなんだ、ま、どちらもフォースに使いましょうか。あとは特に買う馬はいねえからな。まあ、レッドデザイアは買ってもいいかもしれないけど、まあ、だとしたらうちの馬に期待するか。よし、というわけで今ね、尺的にもちょうど30分になりましたんで、終わりにして。まあ、そうですね、今日はちょっと出かけましょうかね。そちなみに時刻表だけ見ておこう。ちょっと、ちょっと、ちょっとお待ちくださいね。そうですね、ゆっくりでさそうですね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。